お、お、お、どうも皆さんこんにちは、ソバルトです。今回はですね、バトルフィールド5のトレーラーにもあった教会の上にイモれるのか、ちょっとやっていこうかなと思います。なんかね、教会の上にイモって敵を倒すムーブやっていくんですが、まあ、なんかトレーラーでは、まあ、教会の上でスナイパーがイモってたら、まあ、戦車に倒されるみたいな、まあ、プライベートライアンのような結末を迎えたトレーラーがあったんで、ちょっとそれみたいにちょっとイモって敵を倒していこうと思います。さて、上に登る階段はこれか、これではないか。ああ、はしごなのね。なるほどなるほど、はしごでこれ上まで行くのか。プライベートライアーのさ、ジャクソン二等兵さんもさ、これで死ぬんだよね確か。ここでイモりすぎて戦車に砲撃受けて。懐かしいな、なんか昔見てましたねあの映画。もうほぼ覚えてないけど。いたいたいた、ワンカット、ツーカット、強い。まあ、バトルフィールド5だからこそこれできるね、アサルトライフルで。オッケーオッケーオッケー。まあチームデスマッチなんで、まあ、基本的にこの戦法はかなり強い戦法の一つではあると思います。オッケー、ただこれを使いすぎると嫌われます。まあ最初の頃からこういった動画を上げた方が皆さんも対策作れるっしょ。こういったイモポジションがあるんやでっていうのを。まあこれ対策方法としては塔をぶっ壊すか、オッケー、塔をぶっ壊すか、まああとはグレネード投げて敵倒すぐらいしかないですね。まああとはスナイプで敵を倒す。爆破で今鐘が鳴ったな、すげえな。そういったシステムがあるのか。これ登ってくんじゃね？足音するね、下から。下から来るかな？ワンキル？あ、やべ！あぶねえ！ナイフ判定入ったのギリギリセーフ。あ、死体が2つ。あ、弾の回収。ありがとう。弾持ってきてくれたみたいになってる。まあ、ここははしご1箇所しかないからさ、登る方法がないんだよね、他に。多分。まあ、このこっちの屋根側ワンチャン登れるかもしれないが、でも現状ではこのはしごからしか、ないんじゃないかね、多分。登る方法は。かなり、今、害悪戦法ではあるね、これは。もう嫌われて当然、みたいな。まあ、ただ、コンクエストのマップでは、戦車があるので、砲撃受けて死亡になるのは普通なんですけど、まあ、今回はチームデスマッチなので、対策方法は、ロケットランチャーか、狙撃で倒すとか、グレポンで、放るしかないですね、これは。あ、銃声すんね。あ、いたいたいた。オッケー、2キル。もう害悪。もう嫌がらせだよな、ここまで来ると。まあ、この戦術はこの一試合だけにしておきます。さすがに、なんか晒されそうなんで、マジで。いや、これ、広めたら、この戦法を使うやつが、どんどん増えるだろうな。あ、びっくり。あー、敵かと思った。びっくりした。あぶねー。いるね。オッケー。まあ本当に偵察兵ではないけど、プライベートライヤー思い出すね。お、やばい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 、崩壊する崩壊する、ちょっと逃げろ、やばいやばいやばい。いやー、ロケットランチャー来たね。あれが対策法の一つだね。爆風で今死にそうになった。あぶねー。なんとか生き残ったけど、あー、よかったよかった、回復兵だから回復できた。ちょっともう一回チャレンジしよう。あれが対策方法か今のが。ロケットランチャー飛ばすのが一番の対策方法っぽいね。飛ばしたやつどこだ？てか下で味方がやられてんな。これ多分来るんじゃねえか。足音も聞こえるし、これ登ってきたら撃つか。あ、でもまあダイナマイトでもいいか。あ、でも無理か、ダイナマイトは。じゃグレネード投げよ、グレネード、グレネードを放ります。あ、やばいな、これ耐えれるか。うわあ、危な、ギリギリ。おお、お、はははは、死体の山完成したんだけど。え、なんで登ってきたし、3人同時に。BF5 特有だな。BF1 だったら、弾切れで死んでたけど、BF5 特有だね、今のは。あー、やれないか。残念。て、これまだ下いんのかな？ん？なんだ？グレネード下に投げてきたぞ。どういうこと？まだいるっぽいな、下に。あ、撃ってきてんね。反撃してきてる、反撃。めっちゃロケラン撃ってきてる。来るんじゃねえか、これ。来るか？あ、分隊一掃した。おもろ。これ対策方法ないよな。いいよいいよ。
やばい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 、めっちゃ撃ってきてる。相当今ヘイト買ってる。やばい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 、死ぬ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 。ちょっとやばい、グレモン飛んできた。これうまく、ちょっとまた下に隠れて、あーやべ、あー下でも戦闘が起きてる。もうどうしよう、これ逃れられない。どうしようどうしようどうしよう。あ、やばい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 、死ぬ死ぬ。死んだ。しかもエグザムさんにやられた。さっきグレネード放られた時、俺の頭の中でさ、ファーガーギャザーっていう脳が出てきましたね。いや、あんなに綺麗にグレいられるとは思わなかったわ。面白い今の。吹っ飛び方もバグりまくってたからね。オッケー、あ、エグザムさんだ。報復だよ、報復。グレネードのお返しだ。さてさて。オッケーオッケー、まだいるね。もう一回教会入りたいな、これ。まだ上にいそうだけど。な、まあな、ここのマップってさ、BF1 で言うなら、クエンティースカーみたいなところはあるのかな？クエンティースカーの中央の塔みたいな。チームデスマッチ。まあ、あそこそんなに強くないけどね、言うて。あそこすぐ破壊できるからいいけど、この塔はあんま破壊できてなさそう。結構ロケットランチャー撃ち込まれても。は？あ、マイン仕掛けてる、あいつ。くっそ、これ破壊しとこう。オッケー、マイン破壊した。ただ下にも敵来てるね。あ、くそ、あ、いいね。キラッシュさ、いった。ちょっと上登るわ。は？あれ？はしご消えてんだけど。え？はしご消えんのこれ。マジか。やべ、俺ピン、あれ、マイン破壊しちゃったからか。はしご耐久度あるっぽいわ。なるほどね。じゃあこれ、はしご登らせないようにするんだったら、塔を壊すより先にはしごを壊した方がいいっぽいね。ある意味新しい戦略ができたね、これは。くそ、まさかな。初日で対策法を作られるとは思わなかったわ。まあ、あそこ、はしご、壊せばいいってことか。いるね。オッケー。2カットかな。あ、やばいやばい、ダイナマイトにした。くっつきダイナマイトだからたまにミスるんだよね、BF1 みたいに打ったら。さてと。中にもできるね。まあ、なんか境界の取り合いになってるわ。あと、あと一発。オッケーオッケー。いやーもう外役プレイすぎてね、かなり俺ヘイト買ってるわ。普通に2チャンネルにさらされてもおかしくないわ。もう初日で2チャンネルさらされるのやだな、さすがに。まあ、今は5チャンネルか。オッケー、あっぶね。ちょっと俺やっぱり反応速度が衰えてるわ少し。本当に来た、あーマジか、そっちに来てたか。いや本当に境界戦争になってんね、これ敵さ。あ、やっぱりいるわ。そう、屋根上なんて登りやがって、生かしたことしやがってよ。ふざけんな、おい。ふざけんな、おい。芋ってぞ、あいつら。許せねえな、芋とか。あいつら倒すわ。ダメだよね、塔の芋とか。もうキャンパー許せん。ということで、あの屋根上どうにか倒しに行こう。許せねえな、キャンパーとか。あ、抜いた。ヘッドショット2発っていうのが強えな、この武器。やっぱり、アサルトライフルなんだけど。初期武器だね、あの突撃系の。あの屋根上どうにかしたいな。あ、弾薬箱破壊できないのか。塔ももう壊れかけになってるけどさ、あれ決定台なんないねんよね。でもめっちゃ破壊してめっちゃ、はなんだめてこれ。あ、裏いんのか。いや、あれ、いやー攻めてくんね、結構攻めてくんね、敵も。女性間に合うかなこれ、大丈夫。オッケーオッケー、ナイスナイス。オッケー、ワンキル。やばいやばい、まあ、チームデスマッチだからこういうのになるよな。結構固まれば強いっていうところはある。いやー、それ蘇生は無理そうだね、そこは。ロング見られてるっしょ、多分。どこだこれ。いやー、やっぱり屋根上か。屋根上えぐいな、あそこ。あそこ結構強いよね、ポジション的には。ただこれ裏側から覗けば多分強いとは思うけど、ほもう塔もほぼ崩壊しかけてんね。てあ、くそー、やられちゃった。くそ、なんかさ、みんなあの屋根上取ってんの、なんか俺のせい説ない。なんかあそこが最適解みたいになってんだけど。リキちゃんから湧こう。リキちゃーん、まだ境界の取り合いしてんのか。オッケー、最後のヘッドショット。オッケー、 GG、 まあ GG か。59対40、ギリギリ勝てたね。あぶねえ、俺何キル取ったんだろう。26キル5ですか。まあ、なかなかいいんじゃないですかね。まあ、KD4、5か。KD5 ぐらいか。まあ、なかなかいいんじゃないでしょうか。ということで、まあ、トップ分隊も取ったということで。ということで、皆さん、境界にキャンパーすると、クソ嫌われます。ということで、お疲れ様でした。皆さんは、やめようね。